大島は、ウォリアーズも敗戦も割合非常に高いかな。そうです。何人中何人何人中29人中、11人キモすぎて選手の29人中高校の4人で集まったので、この4人で、高校時代の思い出とか、ウォリアーズに入った動機とかを喋っていきたいと思います。まず、自己紹介からで、僕は、3年でポジションディフェンシブラインの高野です。よろしくお願いします。4年、ワイドレシーバーの宮野幸喜です。よろしくお願いします。4年生のオフェンシブライン、谷健太郎です。よろしくお願いします。2年、ナインバッカーの大島健太です。よろしくお願いします。はい、ということで、じゃあこれから、3つくらいの話題で話していきたいと思うんですけど、まず最初、ウォリアーズになぜ入ったのかについて、じゃあ4人の意見を言っていきたいと思います。じゃあまず最初、新2年生の大島、去年受験だったと思うんだけど、はい、ある点で合格して入ったと思うんだけど、なぜ入ったのか教えてもらっていいですか。僕がウォリアーズを知ったのは、高校2年生の時だったんですけど、その時にウォリアーズが、スピートレのイベントをやっていて、ウォリアーズがすごい素晴らしい環境で、部活ができて、日本一を目指せる環境があるってことを知って興味を持ちました。また、高校1年生の時に、この谷さんに運動会で、指導していただいたんですけど、その縁があって谷さんが入ったっていうのを聞いたんで、僕も入ってみたいなと思ってもうずっと考えてました。なるほど。高校時代からウォリアーズを志望してたんで、はい、実際その高校の時思ってたのと大学入ってみて思ったのって何か違うところありました？入ってみて実際にもう先輩も同期もみんな熱いやつばっかりで、こう本気で部活ができる環境がやっぱ整ってるなと思いました。ありがとうございます。じゃあ次、ターザンお願いします。僕はそうですね、最初は全然部活に入る気はなくて、サークルしてバイトして真面目に勉強して、いわゆる大学生みたいな生活を考えてたんですけど、そうですね、ちょっと大島とかぶっちゃうんですけど、僕も高校の先輩がウォリアーズにいらっしゃって、その先輩から最初誘われて、で、最初全然入れてなかったんですけど、何度も勧誘を受けていくうちに、ウォリアーズの環境だったりウォリアーズが目指してるものっていうのをすごい熱くてかっこいいなっていうのを思って、それで気づいたら入っていたっていう。はい、ありがとうございます。他にも、高校の先輩の勧誘かなと思います。やっぱり海鮮の人は、あるある勧誘が多いって、あるあるって感じ。はい、じゃあ、宮野さん。僕は、元々高校の時に、バスケ部に所属していて、初めてウォリアーズを知ったのが、ウォリアーズのバスケ部の先輩に弟子に誘われた時です。で大学入って、ラクロス部とアメフト部でもやってたんですけど、本気で日本一目指しているこの環境に強く惹かれたのと、勧誘、新刊が結構、新刊イベントに、いろんな新刊イベントに参加して、この部活に来ました。じゃあ、高橋君。僕もウォリアーズに入るつもりは全然なくて、大学入ったら、運動をやりたいなと思ってたんですけど、厳しい部活とか入らずにやろうと思ってたんですけど、その僕が入学した時は、コロナ禍ということで、全然勧誘、新刊活動があんまりない中でも、そのアメフト部は、オンラインでいろんなイベントを、企画してくださったり、その先輩方が連絡取ってくださったりして、すごい熱意を感じたので、ちょっとアメフト部入ってみようかなということで入ってみました。はい。ここは同期だった。
応。ああ、そうそうそう。そうそうそう、高一を。高3人も。結構ローから時間もあったりして。ああ、そうです。まあ、ちょっと宮野は一回も連絡くれなかったけど。あ、とか、まあ、同期、僕一応してるんですけど、同期が、まあ、指名してくれたおかげもあって、まあ、一応、ウォリアーズに入ることを書いたの、入ろうと思いました。なんかそう、さっき先輩に帰る人だって言ったんですけど、改正効果、縦のつながりが強いんですよ。まあ、そうですね、まあ強いな。部活の先輩、だから普通の学校では部活の先輩、後輩が結構笑うだと思うんですけど、改正さっき大島言ってくれたように、運動会っていうつながりがあって、その、全校生徒を8つの組に分けて運動会やるんですけど、その時に、高校3年生が下級生を指導するっていうつながりがあって、そのつながりは結構、改正特殊な感じなのかなっていうので、まあ、部活よりも強い、まあ、部活と同じぐらい強いあのつながりがあるので、そこは結構、立場つながりが強い方法なのかなって、まあ、思う。まあ、そうですね。あと、宮野のバスケ部とかは、多分、代打の先輩が、俺らの入ってたので、宮野の改正バスケ部で。意外とっていうか、その運動会、あ、部活以外の例えばつながりがあるっていうのは結構珍しいんじゃないかなっていうのは思います。ここは。ここは。いいところだけ。いや、別に悪いというか、ちょっと 悪口になっちゃうの、俺多分。いやいや、全然いいんちゃう。あ、結構忘れた。時間にルーズ。あ、そうです。それは悪口。時間にルーズ。これは。なんなら回復の時はあんま気づかないもんな、周りがルーズすぎて、俺だとダメなのかなっていうように大学帰ったら気づくっていう、社会に出てきた結構あるあるです。じゃあいい話。あの体育の授業制服で参加しがち。あの教室のクラスの1割2割ぐらいがなんか着替えもめんどくさがって制服のまま体育って、制服のままバスケットとサッカーやって、そのまま帰ってくるのが結構あるあるなあるあるだけ気がするな。じゃあ、高校時代の一番の思い出について、じゃあまず、大島からお願いします。はい。開成はもともと運動会が、高校で一番のイベントなんですけど、で僕はちょうどコロナ禍で中止になってしまった代だったんで、運動会はできなかったんですけど、僕の一番の思い出は、高校2年生の時に、瀬戸内海の無人島に行ったことです。修学旅行で、無人島コースで、瀬戸内海に行ったことです。そこでは、みんなほとんど服を着ないで一緒に魚を取ったりキャンプファイヤーをしたりバーベキューをしたりといろいろ楽しみました。俺もさ、その海星ってそのあれじゃん、毎年コース決めてるから、教授はさ、修学旅行委員会決めてるけどさ、俺も無人島なんで違うけど、多分瀬戸内海の、同じ島か分かんないけど、瀬戸内海の無人島で魚釣って、キャンプファイヤーして、あと、朝にマラソンしたりとかして、2年も違うの、同じこと考えるかなっていうのは、今でもあんのかな、修学旅行、無人島は。そうっす。お前どこ？俺は鳥取砂丘でパラグライダーやったんですよ。マジで覚えてる。同じ学年で違うんですか？多分コースが何個かあって、それを6個ぐらい、それをまあみんなで選ぶ。400人の6個ぐらいに分かれて好きなコース行ってって感じで。覚えてないわけないじゃん。マジで覚えてないわけないじゃん。本当に申し訳ないと思う。あれやって、締め縄じゃない。締め縄は作ってる。いや、イヤコースだよ、イヤコース、神経のイヤコース。違う。最近知ってる。無人島。どんどん行ってない。落ちちゃってる。で、俺のコースです。あ、そんなの行ってない。じゃあ、あと1個じゃん。え、マジで覚えてない。島には最近。ああ。そんなことある。何もしてない。もう、楽しかった。行ったら遅いです。あ、いつくしょじいじゅそのコースじゃん。そのコースは何かわかんないけど、いつくしょじいじゅう。いつくしょじいじゅう楽しかった。
ない人はないけど運動会のほうじゃないですか。運動会はやっぱあるよな、ね、まあね、あ、そう、高1は同じクラス、ここはそう、同じクラスで、しかも高校入学、大々組って言ってたか分かんないですけど、ここが高校1年生同じクラスで、やっぱ高1の騎馬戦は結構思い出深い。大将だよ、これは大将だよ、難しいあれ、お前の大々組の感じで俺らが大々組行ったら、さ、4年後のランチだ。そうだね、俺の思い出、運動会エピか、いやマイナスのやつじゃん。いや、もっと楽しかったけど、あの高3の運動会のマイナスエピが多めで、そう、ちょっと結構あるんで苦労するから、そうだね、楽しかったら高1だな間違いないです。高1はなんか何の悪いもの楽しかった。そうそれは結構あるかもしれない。どうしよう、高1、高2は、高2はめちゃくちゃ楽しかったです。うん、やらかしちゃう。お前さ、すげえ反則したけど。反則、棒倒しで反則。あ、俺見てた、はい、何したっけ、手当たりした後に審判無視して、そのまま倒しちゃって、僕のせいで逆反則。あ、そうか。逆反則だわ、それ。面白いと思って。逆反則面白いよ。いや、まあ、今では笑えるけど、まあ、笑えるのかな、笑えないですかね、まあ、そう、笑えないな。逆反確かに見たことあるんですけど、ということで、まあちょっとね、大学入ってから海先生だけで固まってなんか喋ってるとだいぶ気持ちが悪いんで、それはマジでそうだよ、まあ、ちょっと友達から反感を買うんで、他の、いや、まあ、その結構みんな心の中にしまっとると思うんだけど、ちょっとまあ、高校の際放出してほしい。最初気づかないみたいな、ちょっと結構やりやしたんで、やっぱその会議好きだからさ、みんな聞く。なんか、まあ、その東大の会議性あるからあるかもしれないけど、その特に現役に入った時なんかは、あの食堂あるけど、どこかしらに友達がいて、あのようみたいな感じで誰かしらになってるから、あんま変なことできないっていうのはあるかもしれない。逆にその。大学デビューみたいなことしてる人もいるけど、なんかだんだんじわじわ、その最初はなかなかみんな周りの様子見ながらこう大丈夫だよ、大丈夫だよっていう気がする。ああ。でもね、そう、俺らはさ、まあ、俺らちの時はまだコロナじゃないから、全然そのいろんなコミュニティとあったけど、お前らはあれじゃん、先生そう。そう。ずっと固まってない。最初の方とか、もうずっと授業も。一緒に、海星生と一緒に受けてた。大島は、ウォリアーズも海星の割合は非常に高いから。そうです。何人中何人?29人中11人。キモすぎて、ね、半分。選手の29人中11人。やっぱその、あれかな、やっぱ、運動会なかったから、不完全勝じゃなかった。そうです。そうだな。すごい。にしても多いな、11は。どれだよ、俺らは現役が3番で、ああそう、あそう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 、これでもまあまあ多い方だけど、多い方、まあ、やっぱなんだかんだみんな運動会入りがしてるのは結構あるじゃん。ああ、それはあるの、サークルに肌があの馴染めないっていうしますあの運動会すぎて、だからそのサークル嫌いとか言って強がっちゃうけど結局馴染めてないっていう確かにある、これはあるよな。だからその海星生ってみんなひょうきんって、まあ、言葉を言うとひょうきんかな、ひょうきんなやつが多いから、その自分はあたかもまともだと勘違いしちゃって入って、周りのレベルが高かったから自分があの普通だと思っただけだけど、実は自分も高かったけど結構まあこれ俺だけかな。いや俺だけ。ウォリアーズには、海星出身の人がたくさんいて楽しいので、ぜひ新刊とか飯だけでもで一緒に楽しみましょう。ウォリアーズでお待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。